役やリンネですね。リンネはでも全キャラにそんな振りつかないキャラっていうのが通説なんで、まあ対策次第で白夜を封じ込めることができるんですが、多分白夜を知らないと白夜に封じ込められて終わりますね。そうですね、インデックスが白夜戦そんなにやってないっていうのが、いやでも早速で悪いんだけど、家庭用3位の白夜と対戦してるんで、まあここはしっかりやれれば勝ち目はあるでしょう。リンネがのクーガが飛び道具判定で確かまだ消せないっていう話になってるんですよね。ここはしっかりコンボ一つ、ああコパンでは消えないんです。それ BK 投以上じゃないと消えないんですよね。そう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 、そうやって消していかないといけない。アドロクシーは本当に強いんで、ここはクーガ食らってしまったので罠は消えます。まあでも強化してないから多分普通にやってても消えちゃうのかな。ここはダッシュ B からの暴れ潰しっぽいけど、暴れ潰しの重さではなかったな。普通にやっちゃいましたね、連眼にしちゃいましたね。さあ膠着状態が続くが、この瞬間に刺さりやすいのがこのクーガっていうすげえ強い飛び道具なんですよね。ここはしっかりグラップ。さあゆうねこさんに言わせると、このインデックスのグラップはグラップじゃねえよっていう話なんですけどそうなんですよね、今のはなんか、うん、まあいい感じに噛み合ったパティですかね。さあ鳥かご、このクーガが本当に抜けられない。白夜で抜ける技はインフィニットアースが一応抜けれるのかな。今回から無敵がついてるんで、あっとこれは中断、しゃがみシールドしてしまう。もうあれね、罠のモーションと一緒なんですよ中断が。このキャラ本当に、ほんと鳥かごをして、さあ消せない罠から、あー前に歩いたところに白夜本体が食らってしまうと罠は消えてしまうので、あれはガードしてしまえば、まあ白夜のチャンスになりましたね。さあ画面端が見えてきて、ここは空画のポイントが、EX 波動はちょっと無敵が遅いんで、あの反応ではちょっと間に合わないかな。結構早めにやらないといけないんですよね。あっと今のはいい投げだったんですが、あー罠が発動して、あー罠フェイント、そういうのもありました。もう一つ入るが、お仕置きの EX 空がコンボには繋がらないが、おとがめがない。インデックスが警戒をし始めてしまったので、リスクを警戒することがなくなってしまいましたね。これはノーゲージで拾えるようになった家庭用からの新要素ですね。サードクローズディバイド、インデックスがちょっと白夜を知らないのが裏目に出ていますね。警戒し始めちゃってるんで、本来のいい動きがなくなっちゃってるんですね。あーバックステッシュしまう。ここは刺さる。さあ距離を詰めていくが、後ろに歩いて2秒を刺していくインデックスのリンネ。ここは状況重視のコンボが攻めを強欲にしたところに、おっと中段がもう一つ。ここは罠を張って罠を張ってハウスに引きこもる、ゴキブリホイホイですね。あれ完全に、ああ西井が刺さる。これは辛い試合になるかな。これは辛い試合になりますね。ポイして罠して、ああこらかかんが、重いコンボにはいけず、いや本来のいい動きがなくなってしまっている。これは金投げ抜けなかったが、 CS ここで手を出してしまう。危ない、本来のいい動きを失っていたが、勝ったのはリンネですね。インデックスさんですね、おめでとうございます。次は上のリーグの右ですね、琴音さんとゆうねこさんですね。ゆうねこさん、ゆうねこ出番、ここゆうねこさんと琴音さんですね。琴音さんが 1P 側を率先して取っていく。このゲーム 1P2P なんか関係あんのかな。
あー、インデックスさんが感想を白夜分からんと言ってますね。まあしょうがないね、家庭用から変わりすぎてるから対策が立てづらいのはある。家庭用やってよ家庭用でやって、あ、そこ変わったんだなみたいなの楽しもうよ。かったるいけど、さすがにいきなり白夜気づいて、ファーストフロー、はい、フォノン対カーマイン。このカーマインってキャラ結構面白いキャラでして、まあ、格ゲー的には立ち回りが不利でも置き攻めで勝てばええやんっていうのを地でいくからですね、このキャラ完全に置き攻めが決まればキャラ差なんて関係ないキャラなんで。さあと言っているが、なんかこのキャラ立ち回りも強いように見えるぞ。おい、カーマインどうなってんだ、ずるいぞ。さあ置き攻めは車輪からの透かしジャンプ、投げを誘った形、車輪が当たってしまうと補正が相当緩いんでやばいコンボになってしまうんですよね。ここは開幕から下段、いろんな選択肢に勝てるんですよね、あの下段。ここは誘っていき、ブチを当てるカーマイン。ウーネコさんのおしゃれなコンボとおしゃれな置き攻め、どうするどうする、が当たって逃げていくグラインドという選択肢はカーマインにとっても結構予想外になるんで中段は入らず。おっと、今ちょっといい様子見えましたね。 FF でカッカン取りましたよ。彼やり込んでますね。いや、やり込んでますねって今言うことじゃねえんだけど、もう結構やり込んでるけど、無印からやり込んでるけど、ユネコここは何も出ないか、すりつぶせから車輪を撒いていく。空中戦が多い炎に対しては車輪は相当有効になります。避けて見やがれ。やはり軍技歴が長いユーネコさん、飛んでくる相手に対しての対処も分かっている。地上戦から空中戦に結構シフトしてきましたね。いい勝負になるとでも思ったが、1ラウンド目は結構ね地上から攻めていったんですけど、2ラウンド目3ラウンド目は空中に行こう。3ラウンド目あったっけ、普通に勝ったか。下のリーグですね、俺とデモさん、デモさんさっきの続きみたいな感じじゃあユネコさんマイクを、あとこれを、はい、誰、広川さんとデモさんね。広川エルトナム VS デモナナセ。デモさんあんまり対戦してるとこ見ないですけどね。さあコンバージョンね、追加されたナナセ、家庭用にはいましたけど、広川さんがどれだけ家庭用で対戦してるかが鍵となるでしょう。さあ開幕は射撃、最近射撃を振るようになりました。さあ対空シールド取って、お互い怪しい。さあ画面端に運んでいく、と響きが絡み合って画面端を入れ替えたが CS からコンボにはいけず、さあ結構あさってます。しっかりクール入れたコンボして波動締め、おっとコビーから家で確認していく、投げは届かず FFO 使って、あーっと次は読んでいた、あー優しい、しかしちょっとかさたり気になったかね、安い勝利で切り返して下段、しっかりコンボ決めていく、クルールを抜いて安定、やっと現状ハゲば復活したか。逆にエルトランが構えていく、中段が見えない、これは死ぬでしょう。さあ一本選手は広川エルトラム、ゲージ情報はデモさんの方が有利だが、ああパイナップアタックジャンシーが通ってカウンターなのでいつものコンボ、ダッシュし、ダッシュし、さあ見え見え、中段見えないが、コンボは安い、射撃禁止状況の方、中段が飛んでコンボにはいけず、昇竜拳で返してく、
さない。勝ったのはヒロカエルトラム。はい、次リュウトさんと白木さん。リュウトさん、リュウトさん、つまりはその程度ということです。ゲームオーバー。